脱サラ呪術師の七海健人くんです。その言い方やめてください。そして一般企業で働き気づいたことは、労働はクソということ。私が高専で学び気づいたことは、呪術師はクソということです。は？同じクソならより適性のある方を。出戻った理由なんてそんなもんですぐらいね。言われなくても認めさせてやっからさ、もうちょい待っててよ。いえ、私ではなく上に行ってください。あ、はい。ぶっちゃけ私はどうでもいい。はいはい。私と五条さんが同じ考えとは思わないでください。私はこの人を信用しているし信頼している。でも尊敬はしてません。手順は伊地知くんに任せてあるので、二人で吉野純平の調査をお願いします。おっす。そういや俺